はい、じゃあ次はですね、質問、クイズを作ってもらうところですね。こういうふうに、選択問題を作ってくださいと。私が質問した、言葉からの選択問題を作ってくださいと。はい、で、そしたらこういうふうに作ってくれたんですね。で、Ask the first question and wait for my answer というふうにしてますから、それで私の、答えを待っているところです。はい、で、最初のなんだっけ、これ。人馬な、だっけ、これは命とかですよね、B ですよね、はい、B なので、ここで B というふうに答えてみましょう。はい、そしたら、正しいですよと、はい、ふうに出てきましたね。はい、で、次の質問は、ベータは娘ですよね、無垢化だから B ですね、はい、B。はい、なんだっけ、アブクシャシット、残り物ですね、 C ですね、はい はい、次はなんだっけ、サンラクシャン、サンラクシャン A ですね、これね、はい、 A、 はい、次はナザル、これは目のとかっていうですね、 B ですね、はい、 B シャートルだっけ？これ敵ですよね。はい。C。グプト、秘密の王だから B ですね。まだか、まだ終わらない。これが、はい、これが全てっていうことですね。はいはい。こんな感じでクイズを作ってもらって、そして採点もしてくれるというのが、チャット GPT の機能の一つです。